ニザーム・アリー・ハーン。ニザーム・アリー・ハーン。ニーザム・リー・ハーン。1734年3月7日から1803年8月6日は、インドのデカン地方、ニザーム王国、ハイダラーバード王国及び、ニザーム・ハム王国、ハイダラーバード・ハン国の第5代君主、ニザーム・ザ位、イ。1762年から1803年。アサド・ジャング・アサド・ジャン。 アーサフジャーニセイ、アソフジャイとも呼ばれる。彼は、およそ41年の長きにわたって、ニザーム王国を統治し、1798年には、イギリスと軍事保護条約を結び王国を反王国としたものの、マラーターの長領をよく抑えて、王朝の衰退を食い止めた名君とされている。1734年3月7日、ニザーム王国の子踪カマルティーン。 ハーン、アーサ・フジャーの四男、ナーシル・ジャング、サラーバト・ジャングの弟として生まれた。1757年11月9日、兄でニ,ニザームのサラーバト・ジャングにより、後継者として指名され、1760年10月までに、権力を掌握していた。そして、1762年7月8日、ニザーム・アリー・ハーンは、サラーバト・ジャングをビーダル城に遊兵し、 自身が、新、ニサームとして即位した。1761年1月14日の第三次パーニーパとの戦いで、マラーター同盟軍が大敗し、マラーター王国の最小バーラージーバージーラーオは、そのショックで死亡し、マーダブラーオが最小となったが、オジラグナートラーオが最小くらいの継承権を主張するようになった。最マダブラオとラグナトラオの不和は続き、 1762年8月22日に、ラグナートラーオがプネーからバドガオンに去って内乱が始まった。ニザーム王国は、マーダブラーオとラグナートラーオの争いに介入し、ラグナートラーオに援助を受けたが、マーダブラーオがこの内乱における戦いに勝利し、同年11月12日に、ラグナートラーオは降伏した。ニザーム王国は、ラグナートラーオの降伏後、 最小府の領土に攻め入り、マーダブラーオは、事態の深刻さを見て、1763年3月7日に、ニザーム王国への遠征を行った。そして、同年8月10日に、ニザーム軍は、マーダブラーオの軍に、アウランガーバード近郊に敗れた。後、ニザーム王国は、マラーター王国に82落、820万ルーピーを、生み出すデカンの地域を活用。 マーダブラーオは、プネイに帰還した。また、それまで、ニザーム王国の首都はアウランガーバードであったが、同年に、ニザーム・アリー・ハーンは、ハイダラーバードへ遷都した。ただし、遷都したのは1752年、兄のサラーバとジャングの知性とする場合もある。1761年、南インドのマイソール王国で、ムスリム軍人のハイダル・アリーが実権を握ると、 その勢力拡大に乗り出した。そのため、ニザーム王国は、マイソール王国と対立を強めた。そこに、イギリス東インド会社が介入し、1766年3月以降、ニザーム王国がかつてアウランガーバード条約で、フランスに与えた北サル、カール地方を占拠し始めた。同年11月12日、ニザーム王国はインドに進出してきたイギリスと、 いち早く友好条約を結び、その同盟国という形を取ることとなった。その内容は、ニザーム王国が来たサルカールを正式にイギリスに割上する代わり、その要請に応じて軍事援助を提供すること、同地方の税収相当額から援助費用を差し引いた残額をニザームに支払う子などを訳した。この最初の軍事保護条約を結んだ年をニザーム王国が、 イギリスの反王国となった年と,とする場合がある。ただし、この友好条約に外交権を返上する旨が直接書かれていたわけではなく、外交権の喪失は口実の改定の結果によるものであり、王国が反王国化したのは口実の条約によるものである。1767年5月にニザーム王国はマイソール王国と同盟し、 8月にイギリスと戦闘状態に入ったが、第一次マイソウル戦争、その圧迫を受けるようになった。1768年2月23日に、ニザーム王国は新たな友好条約を結ばされ、イギリスからの税収差額支払いの減額を決められた。一方、ハイダル・アリー率いるマイソウル軍は、戦争を有利に進め、1769年3月に、 イギリスの拠点マドラスを包囲し、イギリスはこれにこわせざる得なかった。1780年2月7日、第一次マラーター戦争が長引きラグナートラーオとの戦いで不利になったナーナーファドナビースは、マイソール王国のハイダルアリーと繁栄で同盟するところとなり、これにはニザームも参加した。これにより、5月にハイダルアリーはタミル地方に出陣し、 イギリスの拠点であるマドラスを脅かすところとなった第二次マイソール戦争。だが、1782年5月にマーナー・ファドナビースは、イギリスとの講和条約、サール・バイ条約の締結を承認し、第一次マラーター戦争を終わらせた。これは、マイソール王国との名役を破ることであったが、ハイガル・アリーは第二次マイソール戦争を続行し、12月に死亡した。 第二次マイソール戦争終了後、1785年以降、マイソール王国とマラウター王国は戦争となり、1786年6月にマラウター王国軍がガジェーンドラガドの戦いで、マイソール軍に対象すると、1787年2月14日にナーナー、ファドナビースとティップスルタンとの間で講和が結ばれた。それでも、ナーナーファドナビスは、 マイソール王国の脅威を恐れ、ニザーム王国ともに警戒に当たり続けた。そうした中、1789年12月にティプー・スルターンがトラバンコール王国に侵攻し、1790年5月に第三次マイソール戦争が勃発すると、同月6月にはマラウター王国、ニザーム王国、イギリスとの間に三者同盟が結成された。そして、 1792年に三者同盟軍は、マイソウル王国の首都、シュリーランガパッタナを包囲し、3月に講和条約、シュリーランガパトナ条約を結び、ニザーム王国は、マイソウル王国領北部を割上された。1795年3月11日、ニザーム王国は、マラウター同盟に、カルダーで大敗北を喫した、カルダーの戦い、その後に結ばれた、 講和条約により、ダウラターバード、アウランガーバード、アフマドナガル、ショーラーアップルなどの地を割譲し、3000万ルッピーという多額の賠償金を支払わなければならなかった。これは明らかに、ニザーム王国のマラーターに対する劣勢さを表していた。この事態に直面したニザーム・アリー・ハームが、マラーターの脅威を除くために選んだのが、イギリスの従属国、つまり、 半王国としての存続を図る道であった。こうして、1798年9月1日に、ニザーム王国とイギリスとの間に、軍事保護条約が結ばれた。この条約では、王国に駐留するイギリス軍の大幅増員及び、それに支払う駐留費の負担増額、フランス人主体の精鋭部隊を解散し、すべてのフランス人将兵の解雇を訳した。 こうして、ニザーム王国は、イギリスの軍事的、政治的保護下に入り、同国に従属する、反王国となった、ニザーム反王国。1799年2月、イギリスは、マイソール王国が、フランスが同盟しようとしたとして、マイソール王国に侵攻し、ニザーム反王国も、軍勢を出して加勢した、第四次マイソール戦争。 同年4月にイギリスとニザームハ王国の軍勢は、マイソール王国の首都、シュリーランガパトナを包囲して、5月にその攻防戦で、ティプーするターンを殺害し、長く続いたマイソール戦争は終結した。その後、マイソール王国が降伏して結ばれた条約では、マイソール王国は、イギリスとニザームハ王国、マラウター王国に、さらに領土の約半分を割譲し、 そのうちの北部が、ニザームハム王国に割上された。1800年10月12日、ニザーム王国は、イギリス軍への中流非免除を引き換えに、1792年、及び1799年に、マイソール戦争で獲得したカダパ、カルヌール、ベルダーリー、アナンタプルといった、割上地をイギリスに再割上させられた。この領土は、割上所見と呼ばれている。また、 この条約では、イギリスの不評大隊8個と、騎兵連隊2個を反王国の領土に駐屯させるとも、同意させられた。1801年7月、南インドのカルナータカ大使は、ティップ・ウスルターンに内通したとして、カーナティック条約でその全権と全領土の譲渡を余儀なくされ、年金生活者となった。こうして、19世紀初頭に、 イギリスの南インド直轄領とニザーム藩王国、マイソール藩王国、トラバンコール藩王国など藩王国からなるマドラスカンクが形成されることとなった。さて、1803年諸島からイギリスはマラーター同盟の内紛にも介入し、イギリスの味方するマラーター王国の最小バージーラー、お二世に対し、シンディアやホールカルケ、 ボーンスレーケといったマラーター諸コらが同盟を組み、イギリスと一触即発の危機にあった。すでに、ニザームハム王国からは、アーサー・ウェルズリーがプネイに向けて、騎兵を連て出撃していた。そうした中、同年8月6日、ニザーム・アリー・ハーンは、ハイダラーバードで死亡した。第二次マラーター戦争が勃発する2日前のことで、あった。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。